それでは皆さんお集まりいただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。北村湾シスターズ&ブラザーズでございます。今日はですね、北村湾西口銀座商店街で今度は行われるはずでしたパフォーマンスを急遽こちらの方でですね行わせていただこうと思います。今日は本当はこうやっていろんな人たちはですね商店街の方々と交流を持とうという機会でしたが洋食
ていただきました。いやー、お疲れ様でした。それでいっぱいありましたいっぱいありましたね、商店街。ここに商店街がね、見えてくる商店街が、ね、そうですよ、まあ、これだけ多くのお店が、まあ、かぶってるお店を除外してあるとはいえですね、種類がいっぱいありましたね、本当に。いやー、ね、なかなかこう商店街、シャッター商店街とかね、いや、世間に言われてますけど、そうです、そんなにこう、活気がある商店街ね、ね、あんまないですよね。はい、結構ね、ちゃんとしたというか、なんか、生きた商店街ですよね。そうそうそう、そう、新しいお店とかどんどんできて、ね、そうそうそう、マミー屋さんとかね。ね、マミー屋さん、美味しいんですよ。美味しいですよ。他のお店も美味しいですよね。ね、マミーね、昨日食べたけど美味しかったよ。本当ですか。うん、ね、でもマミー以外にもいろいろあるの。マミー以外にも、あ、そうそう、甘いもの以外がある。そう、甘いもの以外がある。おしゃれな感じがしてね。いや、結構おしゃれなお店が多いんですよ、本当に。雑貨屋さん、雑貨屋さんもね、雑貨屋さんって結構難しいですよね。まあね、なかなか表現しにくい、表現しにくい、身体表現やってるなかなか難しいお店とかね、はい、ありましたけどね。不動産屋さんとかね、不動産屋さん難しかったよね。あと信用金庫さんですよね。これもなんかイメージね、難しいですよね。ちょっと編み出したイメージだったかもしれないけど、こちらとしてタイはないんですか。そうです、あくまでもユーモアの、そうです、ユーモアの人たちを取っていただければ、ね、最後にね、はい、そうですね。それで、そう、北浦、まあ、北浦あんまり来たことなくて、あ、本当ですか。まあ去年来て、はい、ここでやりまして、やって一緒にやってやりましたね。で、はい、まあ、だから生まれてからあんまり10回も来てないぐらいです。あ、本当ですか。そんなまだ北浦和歴が浅い感じだ。浦和、浦和ってね、はい、浦和ってなんかこれいっぱいあるじゃないですか。浦和すごいいっぱいありますね。北浦和ってもまあちゃんと調べないと。そうですね、北浦和あって、南浦和があって、西浦和、東浦和ってありますもんね。そして中浦和っていうのがありますね。で、浦和があって、武蔵浦和があって、あと浦和美園っていうのがあって、僕知る限りで8個あります。駅だけでも8個ありますよ。下浦和、下浦和はないですね。あ、そんなないよ。そう、上浦和はないですね。でも住所的にはもしかしたらあるかもしれないですね。ないない。で、そんな中、その北浦和を盛り上げようと、ここ、近代美術館が中心となってやっている SMF という団体でですね、はい、生み出したキャラクター、この北浦湾というキャラクター、皆さんご存知でしょうか。ね、北浦湾、ね、西口商店街のキャラクターです。商店街の入り口にポスターのところにことちょこってことそうから載ってますからね。載ってますからね、皆さんご注目いただいてですね、ちょっと北浦湾を覚えていっていただければと思いますのでですね。あとで、この北浦湾の歌っていうのもね、そうですね、北浦湾の歌っていうのも後で作っていく、はい、私は作りました。踊りっていうのも見ましたね。はい、ぜひみんなで覚えて帰っていただく、そうですね、覚えて帰っていただきたい、そういうこの桑の企画になっておりますんでね。そうですね、北浦湾家族もいっぱいいますので、さっき調べてみたら、昨日までおばあちゃんだと思ってたの、あれお姉ちゃんでした。あれお姉ちゃんですよ。そう、十人一人みたいな。そう、十人一人。お姉ちゃんだった。そう、一人だけ研修が違うやつがなんかいるんですけど。あれお姉ちゃんだ。お姉ちゃんでした。なぜか謎の隣にいた。そう、おじいちゃんの隣にいたんですけど、あれお姉ちゃんらしくて。お姉ちゃん。そう、なのでお父さん、お母さん、おじいちゃん、そしてお姉ちゃんと妹がいるらしいですね。と北浦湾で調べるとホームページいろいろ出てきますのでですね、そちらの方で皆さんもまた調べていただければと思いますよ。お父さんいっぱいこう歌作って、商店街の歌作って、そうですね、北浦湾の歌作って、で最近そういう歌の依頼が多い。そうです、歌の依頼が多くて、実は今日はですね、大宮の方でもトンちゃんマーチっていう、トリエナーゼ、そう、トリエナーゼの方ですね、小野陽豚さんっていう豚をテーマにして作品を作ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、その方の作品のためのですね、歌を作らせていただいて、そちらが大宮の方では2時から4時の間に流れて、皆さんで大行進をするっていうのがあったらしい。かぶっちゃったね。かぶっちゃいましたね。あっちはどうですかね。あっちもね、ちゃんと意外と盛り上がってはいたっていう情報を先ほど得ましてですね。そう、雨がね、どうしてもちょっと苦しかったんですけど、そうですね、他にも歌作りまして、僕今年の5月にですね、香川に行ってきまして、香川やまなみ芸術祭2016っていうのに参加してきましてですね、そちらで、やっぱりそこのテーマソングを書かせていただいたんですね、ですね、ですね、その歌をこれから皆さんの前で歌わせていただこうと思います。
ありがとうございました。それではですね、香川やまなみ芸術祭2016のテーマソングとして作りました、やまなみの歌という歌を聴いていただこうと思います。Thank you.
それではですね、はい、これから、はい、メインイベント、そうですね、メインイベントでございます。はい、北浦湾の歌と北浦湾の歌の踊りをやります。そうですね、はい、まあ一応この踊りはですね、常盤小学校で、はい、どっちかの近くの小学校でお披露目して、みんなにこう浸透して、みんなでこう北浦湾を、商店街にいいですか、北浦湾を盛り上げていこうという運動の一環としてこの踊りを作るので、まあ、だから小学生がこう、ね、今ダンスが踊り必修になってきましたので、まあ、それにちょっとね乗っかってきたらいいかなみたいな感じで思っております。で一回やります。その後ちょっとレクチャーします、サビのところ。その後もう一回やって、でそれで終わるというそういう流れになっておりますので、で、じゃあよろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さんよく見てですね、あ、こんなもんなんこんな踊りなんだっていうのを覚えて、そして2回目は皆さんも参加して帰りましょうということでですね、北浦湾の歌聞いていただこうと思います。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？じゃあ始めていこうかと思います。
で、大忙しの人気者だわ。そうですね、大忙し、これです。大忙し、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 で、人気者だわ、ね、これ人気者だわ、なんか上からキラキラキラって、なんかセリから出てくる。キラキラキラ、そしてまた来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 たの来た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 のワンで次は、あいつもこいつもこいつもこいつもそうですね、まあ、あいつもこいつもこいつもこういる人を捕まえてワンワンそしてもっと素敵な街にするだワンなので、ね、もっと素敵な街ってやっぱり綺麗な街がいいと思うので美化運動ということでみんなでお見合いしてくださいもっと素敵な街にするだワンで、これが詐欺のはい、またこれを繰り返し2回目のあの3番で繰り返しですね。そうですね。じゃあ皆さん、踊りが分かったところでですね、もう一度北村湾の歌聞いていただこうと思いますのでですね、皆さんサビのところに来ましたらですね、皆さん頭からやりますけども、皆さんあれですよ、サビのところで皆さん参加していただいて楽しく終われればと思ってますのでですね、ぜひぜひ。参加してください。じゃあもう一回聴いていただこうと思います。北村湾の歌。ありがとう。